へへもう昼か。いや、まだ朝よ。まちさん、ありがとう。タララタタラ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 。仕事いただきます。いってらっしゃい。バサリ髪の毛切ることはないですよね。わかんない、どうだろうどうだろう、切るかもしれない、いつかバッサリ。まあもうちょっと伸ばすかなって思ってるけど。ゆうじさん花束ありがとう。ひらりはずさん辰野としこありがとう。気分でね、結構髪型を変えてしまうタイプなので気分かな、気分で変えちゃうかな。今は切るつもりはないんですけど、いつか切るかもしれないね。レイカシーウーちゃん入った、ありがとう。追加、まあありがとう。家にマッハ出てきたよ。おー嬉しい。やったー。あ、この爪をね落とさなきゃいけないな。そういえば爪のキラキラを落とさなきゃいけない。じゃーん、あらららら。昨日は早めに寝た。昨日は、うん、割と普通めの時間に寝たと思います。メッシーさんハートありがとう。眠たい。一緒の曲の中で一番長いんだよね。なんだろうね、風を待つとか思い出せてよかったとか結構長い印象がある。あとあるっけ、何が長いんだろうね大好きな人とかも結構長め。無謀も結構長い結構長い全体的に。スティアの曲はなんかイントロめっちゃ長いか、イントロなくていきなり歌番みたいな、どっちか的な印象がありますね。暗闇は結構なんか
ちょうどいいぐらいのイントロだけど、でちょっとあれかな、一瞬のスリルとかも長いっけ。いやちょっと難しいな。あれ爪の石どこやったっけ。街角全力で走ってた時、出てきた人とぶつかって、道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんて、そんなあるわけないドラマティックなこと、驚くような奇跡がなくちゃダメね、ハートしたい、キュンとしたい。聞こえ、お腹すいたいよ。皆さん朝ごはん食べましたか。マハね、ママが作るガーリックライスに最近ハマってて、昨日の夜に作ってもらいました。ミートスパゲッティいいな、めっちゃ美味しそう。ピノ美味しいよね。今日なんかママに何作ってもらおうかな。何を食べたい気分。何でもいい。なんか何でもいいってなんか。興味がないから何でもいいじゃなくて、なんか本当に何でも食べたい気分。何を出されても美味しく食べたいよね。今何でも食べれる、ほんまに。何がいいかな。ピザ、ピザ、ピザ。ピザですね。ピザが食べたいな。オムライスでもいいな。おにぎりでもいい。ピザ好き、めっちゃ好き。あ、ドーナツでも食べたい。ドーナツもいいな。照り焼き、あのプルコギのピザが美味しい。耳にチーズ入れて食べたい。なんか生地選べるやつ、あの耳にピザ、あ、耳にピザじゃないや、耳にチーズ入れるやつ。ドーナツはミスタードーナツ。最近のお気に入りはゴールデンチョコレートとハニーチュロのセット。あともう一個、いやなんかね、好きなねドーナツいっぱいあって、ミスタードーナツの
ゴールデンチョコレートと、あとポンデコクと、いやなんか全部美味しいよね。でもポンデコクトをと、あとハニーチュロと、あのいちごのポンデリングみたいなやつも美味しい。でも何でも好きなんよね。あれはねあんま好きじゃない、ココナッツのあのゴールデンチョコレートの色違いみたいなやつはあんまり得意じゃない。でもあれはツッツー、ハートありがとう。でもドーナツって美味しいよね。いっぱい食べちゃう。あ、オールドファッションも美味しいよね。なんかあまりあえて頼まないけど食べたら美味しいと思う。でもノーマルじゃないか、ゴールデンじゃないよ、なんだっけ、ポンデリングのさ砂糖かかってるやつも美味しいよね。ジェイマスさん、ドラマありがとう。なんだっけ、こう丸いさエンゼルクリームだっけ、あれも美味しいよね。もう全部美味しいけんさ、ちょっと困るよね。でもいつも買うのはゴールデンチョコレートとハニーチュロとポンデコクト、もう一個食べたいなっていう時はあのいちごのやつ、チョコレート。あ、でも今ねチーズケーキみたいなやつね、コラボしと、コラボっていうかなんか限定で出とって、それも美味しい。チーズケーキみたいなやつめっちゃ美味しい。レアチーズケーキみたいな、いや実は違うかも、普通のチーズケーキだったっけな、忘れたけど美味しいやつある。ツッツーかわいい、ありがとう。美味しい、ドーナツって美味しい、趣味だよ本当に、美味しすぎて。でも私ねもう今最近はもうゴールデンチョコレート大好きすぎて、なんかもうそもそもお店にゴールデンチョコレートがないと入らないまである。じゃあ他のだよとはならないんですよね。でももうゴールデンチョコレートかハニーチュロ、どっちもなかったらもう入らないみたいなところある。激ハマり中。なんかあんまり朝一に行きすぎてもないし夜遅くもないんですよ。なので、あ、そう、黄色いつぶつぶがついてるやつ、なのでなんか昼のちょうどいい時間に行かなきゃないので、たまに夜でも残ってる時あって、ちょっとなんかワクワクするんですけど、基本そんなね夜とかね朝一とかはないので、ちゃんと見計らっていかなきゃいけない時間は。もうドーナツのプロドーナツのプロなんで。
24時間テレビ頑張ってな、ありがとう、頑張ります。そう、ポンデリング美味しいよね。そう、飲み物は私ね、昔ねめちゃめちゃねメロンソーダが好きで、でなんかそもそもあまりドーナツ屋さんで食べて帰らないので、あのお持ち帰りが多いんですけど、まあたまにじゃあ食べて帰ろうってなったらコーラとかメロンソーダ頼んでますね。メロンソーダを頼んじゃうのは昔の名残で、昔からメロンソーダなんですよ私。なんでなんかミスドに行ったらメロンソーダっていうイメージでメロンソーダ頼んだりする。ちょっと立ち直ったしご、めちゃありがとう、めちゃありがとう。あ、でもミスドの食べ放題があったら行かないかも、値段によるかも。なんかありますよね愛知県にミスドの食べ放題。なんかそんなにね1回で食べれないんですよ私。なんか時間を置いていっぱい食べるタイプなのでなんか1回であんまりドーナツめっちゃ食べれる人じゃないので、なんか行かないかも。まあ、なんか友達と行くってなったら行くかもだけど、その一人でそれ目的には行かないかもしれん。そうだから私食べ放題ね、バイキングとかそういう食べ放題システムあるところは結構得意じゃないんですよ昔から。なんかいっぱい食べるけどなんか少ない量を1日5、6食とかで食べたいタイプ。その1回でめちゃめちゃいっぱいの量を食べるっていうよりかは、そうだからなんかその、まあ、値段が2500円とかだとしたら25個買って帰りたいだって絶対食べ放題で25個も食べんけん。これは私絶対食べないと思う、私は食べれないと思う。そうで持って帰ってちょいちょい食べると思う。まあでもなんか食べ放題って飲み物も飲み放題らしいから、まあ確かにそれだと意外といけるかもって思うよね。今度行ってみようかな、最近いっぱい食べる最近ご飯いっぱい食べるから。でもなんかね、地元にあったバイキングの食べ放題でなんか地域の子供たちで行くバイキング会があったんですけどなんか私はそれこそ昔の方が小食だったんですよ。今は結構いっぱい食べるけど、なんか昔は本当に小食で全然食べれなかったんですけど、なんか昔はマジで最初から好きなデザートしか食べないみたいな。それなんかご飯を食べて
後から好きなデザートを食べようとするとなんか絶対食べれなくて最初から好きなデザート食べてもお腹いっぱいになって帰ってた。でやっぱひご飯家族と夜ご飯とかとして行く時になんかデザートだけはなんか良くないなと思って、その時はなんかちゃんとご飯食べてたけど、あとね昔ね焼肉がねそんなに好きじゃなかったんですよ。なんかバーベキューとか焼肉お肉があんまり別に好きじゃなくてなんかお肉ってさちょっと噛み切れないタイプのお肉もあるじゃん、その噛み切れるお肉もあるし噛み切れないお肉もあって、なんかね噛み切れるお肉じゃないと食べないみたいなめっちゃわがまま。そうなんかまあそんなこんなであんまりお肉が好きじゃなかったんですけど、なんでやねんって思う。なんかもうウインナーしか食べてなかった昔ウインナーしか食べてなくて、もうなんかあんまお腹いっぱいみたいな、わけわからん、意味がわからない胃袋してますよね。いや意味の今の方が意味がわからんのかな。ウインナーはやっぱ噛み切れるし柔らかいし、まあ、お肉じゃないけどまあ焼肉とかしたら大体出てくるから、そうウインナー食べてましたね。ウインナーでお腹いっぱいにしてあとなんか飲み物とかでお腹膨らますみたいな。そうおなんかコーラとか好きで昔から、なんか昔からなんか炭酸をなんかご飯中に炭酸を飲むのに賛成な家庭と賛成じゃない家庭があると思うんですけど、森下家は結構大丈夫で、そうなんかコーラとか飲んでたんですけど、それでお腹いっぱいになってたやけんダメなんよ、やけんダメなんですよ。人でありがとう。カルビはあカルビ昔多分好きだったけど、もう今はねカルビ油っぽくて食べれない大人になったから油ってなる最近。まあご飯の時はね、お茶とかの方がいいですよね。ポコポコさんありがとう。タツのお年子ユージさんかわいいありがとう。ハラミ美味しいね、最近はハラミの方が好きですね。カルビは食べないもうカルビいる、うん大丈夫レバーダメです、私レバー苦手。昔レバーめっちゃ好きだったんですよ。でも昔レバーめっちゃ好きだったんですけど今はもうマジで無理。なんかね レバーダメですね最近。いや最近って言っても意外と意外と昔からダメだけど、一回だけ食べたんよ。レバー美味しいって言って、なんか焼肉するときにレバー買ってみたいな言ってたけど、なんかいつの間にか
なんか食べれなくなってました。なんかあのパサパサしてる感じがめっちゃ苦手なんですよね。味は多分美味しいんですけど、なんか人間が食べるものではないような食感がして、人間が食べるものなんですけど、なんか苦手なんですよね。パサパサしてる感じが苦手だった。いや、だったっていうか苦手です。なんか味はね美味しいんですけど、そう、もう食べれない、レバーは食べない。焼き鳥が食べたい。急に焼き鳥が食べたくなってきた。運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。懐かしい、一瞬のスリル懐かしい。ネギマが好き、美味しいよね。ネギマ美味しいね。私は何でもいい。何でもいい。出た、何でもいい。あのつくね好きです。つくね。モザイクアートライブ配信あるの。わかんない。何も聞いてないです。今日のことは。台本もまだ来てない。早輪のつくね美味しいって言うよね。ローソンの焼き鳥はめちゃめちゃ大きい印象がある。なんかでかーってなる。コンビニの焼き鳥美味しい、よく食べる。YouTube で配信あるのしてんの知らないです。何も聞いてない。ほんまに何も聞いてない。なんかモザイクアートやりますで今日まで来た。なぜかたまに味が濃いのもある。そうなんだ。あ、食べないから。そういう当たり外れある制度なんだ。私は今日どこで出演するのかもわからん。それは知っといてって感じだよね。ちょっと待ってね。YouTube で配信があるらしいよ。
なんかね、昔はね、なんかロケとか、うん、すごい KRY 山口公式チャンネルってお天気カメラやってるよ。ハイカラって横丁ハイカラって横丁のお天気カメラだ、すごい見てライブカメラだ、何も動いてないけど、え、めっちゃいいやん。ここあれですよ、船が止まったところ。すごくない？海峡館の素晴らしい。ユメリンが出てるこのチャンネル、え、すごいんだけど、なんかへえ、すごい面白い。昔ゴゴレバで山口来た時ここに泊まった。眠たい、な、眠たい、準備もねしないといけないんですよまだしてない今日めっちゃ眠たいんだけど、どうしよう。出演時間知りたいな。でお前はも知りたい前はも知りたい、死ぬ前はも知りたいんやが。楽しみだな。でもなんか地元でこうやってテレビ出たりすると本当に嬉しいよね。ありがとう。貝殻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 、はい、お母さんご飯今日のパンツはこれです。なんか最近めっちゃ履いてるこのズボン、これ、これで私は今日24時間テレビに出るからよろしくね。見つけてください。なんかズボンの色で判断しなくてもいいんですけど、集合時間、私今日の集合時間もね見てなかったんですよね。なんかちょっと見てみよう面白い。いや、なんか見たんですけど覚えてないんですよね。うんふんふん、何食べようか。なんて？パスタ？トマトソースパスタ？ん？聞こえん？海？ウニ？あ、ウニね。ウニはいいや。あ、そうめんもいい。オムライス。ガーリ
さっきのネイル食べた。今日ガーリックライス食べたらもう口の中超ガーリックになってしまう。朝から。眠たい。でも私これ以外のズボン持ってないんだけど、明日分のさズボンないんだけど。待って、どうしよう。え、どうする、買っていく、買っていかなきゃ。ママ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 全然反応してくれないんだけど。なんかスカートじゃなくてズボンじゃないとダメなんですって。あのモザイクアート、ひなちゃんもズボン持ってなくて朝買うって言ってた。いやそうよ、だって仕方ない、これしか持ってない。ほんまに、あとはもうレッスン着しか持ってないけど、すごい24時間テレビでレッスン着はあかんと思って。違ってね、ママママママ、あーママ聞こえてない、聞こえてないやんか。ママおーい、あ、聞こえてくれ、なんでママ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 がママが、でもいいや、帰ってきてからで。眠たい、大変、うん、眠たい。ね、準備しなきゃいけないのよ。そう、わめいてる時間はないわけだね。わかるかな？うん。準備するわ。メイク動画から準備したい、いくこか。うん。食べるバラありがとう。これお風呂。お風呂道具を布のポーチに入れちゃいけんわ。ちょっと待って。間違えた。絶対間違えた。ちょっと待って。布はいかん。布だから、スキンケア入れよう。え、だってこの蓋、どこ行ったん？まあいいや。ペイ。私の最近のね、これあれなんですよ、携帯などをぶら下げている紐、これで。この中にはエアポッツとか入れてる。いつもこれで動いてる。こうやってリュック背負ってこれで生きてる。もう携帯もこれで用がなくなったらすぐポッできるから最高なんですよ。最近これで、はい。え、お風呂どうしたらいい？ビニール袋、ビニールか、ビニール、なんかお風呂用のさ買った気がするの昔。まあいいか、固めとこ。
メイク落としだけ、クレンジングと洗顔と髪洗うときに髪とかす用のやつだけあればいい。作業時間なん、わかんない、聞いてないですでも多分24時間テレビがさ始まるの自体がさそんなに早くないじゃないですか、夕方とかでしょ多分ね。そっからね、マイハがねもうテレビに出れるのがだってもう10時までだから、どうだ、テレビに出てんだから多分そんなにね、あの長くないと思う。そう、多分ねお仕事できないんですよ、10時以降は多分無理ですね。だからそんなに長くないと思う。写真は多分ずっと募集してると思う、みんなよろしくね。そうだから前派は多分お仕事ができないからあれだけど、どうだろう、大人のみんなはやってるのかなどうだろうね。ひなちゃんとエミリアは大人だからまだやってんのかもしれない。マイハは多分できないけどだからね。楽しみ、頑張るぞ。嬉しい、なんか私 KRI のねアナウンサーの皆さんとかねスタッフさんとかめちゃめちゃ好きなんですよ。嬉しい。私ね、いやみんなわかるかな、高松さんっていうね、前に熱血テレビの方だった人、今深澤さんってアナウンサーさんなんですけど、その前にいらっしゃった方がめっちゃ好きで、なんかねいつもね、今は熱血テレビじゃないんですけど、熱血テレビ中になんかニュースを読みに来られるみたいな、その時にいつも会えるゆったはたありがとう、ゆうたゆうたぐゆたまゆうたぐゆたま、かわいそう。あ、そう、めちゃめちゃ綺麗なお姉さん、あ、ゆみりんがね YouTube 出てた、高松さん。でもこれめちゃめちゃ地域話してるからみんな伝わらないか伝わらないと思うけど、めちゃねなんか優しいお姉さんがおる、あ超かわいいそこだろ絶対。いや違うよ、違う、待って、違う違うよ、めっちゃかわいいとかじゃないよ、そのなんかそこがに惹かれてるとかじゃないですけど、エイさん、ハルトブじゃなかった、バラありがとう。でも深澤さんも可愛いし、前ね八木さんっていうアナウンサーさんがねいたんですけど、八木さんって女の人ね、めっちゃ可愛い人、あまた可愛いと言ってた、なんか違うで、あれね八木さんって可愛い方がいらっしゃって、
広島にね今ねいらっしゃるんですよ。広島の私あ瀬戸チャレのさプチチャレンジみたいな私出たじゃないですか。わかる、あの VTuber の二次三次の方々とお話しした回あったの覚えてますか。あの時のお話ししてたアナウンサーさんが前山口放送にいらっしゃった方で、そうなんか熱血テレビとかあのカノンちゃんと、あれカノンちゃんだっけな、一緒にいたの、カノンちゃんと熱血テレビのロケで女子旅をねしたことがあって、なんかその時に一緒に来てくれたアナウンサーさんなので、めちゃめちゃあの交流が山口放送であった方だったので、なんか奇跡の再会って感じ嬉しかった。でめっちゃ可愛いですよ八木さん。てかねみんな可愛いんですよ。なんかねちょっと他にもねたくさんお姉さんお姉さんいる、あお姉さんお兄さんいるんですけどなんかお姉さんばっかりフォーカスしちゃった。お姉さんお兄さんいらっしゃるんですけど、マジでみんな可愛いんですよ。あお兄さんに対して可愛いはちょっと違うか、マジでみんな感じ、ま本当にみんなね山口放送、山口放送アナウンサー、はい、あ KRY って調べなきゃダメだ、 KRY、じゃじゃん。いや思ったよりたくさんの方がいる。いやなんかあの今のあ熱血テレビってみんなわかりますかね。私があ言えた顔やろうとくれたまー、あの今山口県のめっちゃ夕方の、まあ、山口県民で知らない人いないっていう番組なんですけど、その番組結構ねいろんな方とが出てたりとか、アナウンサーさんもいっぱいいらっしゃるんですけど、めっちゃ可愛い人ばっかりですよ本当に。今の熱血テレビの人は成田さんっていう方と深澤さんって方、熱血テレビなら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 、いやすごい視聴率なんですよ。あ、そう、ゆみりんが出てるやつ。こんな方が今やってる。とても良いですよ。熱血テレビ、あの、ツイッターとかインスタグラムあるらしいので、よかったら、フォローしてみてください。熱血テレビアナウンサーさんも結構ねツイッターとかやってるので良いですよ。え大人気よ。もう山口で熱血テレビ知ってるってもうマジその話題が出ない。熱血テレビがーから始まるからもう知らない人はいないレベル、ほんまにすごい。あ、グレドもありがとう。もう言う、ユータも言わない。グレドも。ユータありがとう。金魚鉢。めっちゃ人気な番組。なんかね、他局なんですけど、山口県はちぐまや家族っていう番組もあって、そっちも結構人気。
なんか結構 STU の KRI さんお世話になってるけど、え、そこに置いたら食べれんやん。普通にみんな見てる、あ、普通にみんな見てる。なんかね、夜ご飯をママが作ってるいい匂いがする時間帯にやってる。ありがとう。ママなんかいつもねオムライス作るときにこうやってなんかちょっと書いてくれるんですよね。あ、ママズボンがない、これしかない。朝買いに行こう。ある、無理って言われたけど、いや無理って言われても無理って言われても困る。なんて、はあ、無理って言われても困るよ。もう無理とか言われてもこっちが無理レッスン気になっちゃうよ。いや2日間同じのは嫌だよね。えイエーイ、ありがとう、いただきます。分からん、眠たい、意識が落ちそう。いただきます。うん、うまっ。めっちゃ美味しいんだけど。昨日の夜ママのアイス食べて怒られた。美味しい。
ね、おいしい、おいしい。これ朝ごはんだから、みんな言っておくけど、これ朝ごはんだからね。え、お昼ご飯かな、これ。ごちそうさまでした。食べた、美味しかった。お腹いっぱい、お腹いっぱいになった。で、明日帰ってきてから配信するの。え、なのでなんのでな、なんのでな、それは。これから昼ご飯よ。そうよ、私の、いや、お昼ご飯あるかな。どう思う？じゃじゃん、お昼ご飯って書いてないから多分ないんだ、お昼ご飯。え、これ何ご飯？これ朝ご飯よね。そんなのは無理よ。うん、これ朝ご飯。まあ朝だしね、まだ。お昼抜くとかそんなの無理じゃない？行き死に買っていけばいいのか。いや、ご飯あるかな。いや、分からん。聞かなきゃ分かんないね。ないか。え、ないじゃろ。死ぬ。お菓子買っていこう。お菓子？ご飯。ね、いつも書いてるよね、あるときは。そうかもね。マハンにとって食と睡眠大事だから。いや、ご飯出るかが今の一番のトレンドって言っとるけど、マハンにとって一番のトレンドはこれ、ズボンどうするかって話よ。どうする？ズボンどうしよう。ズボンどうする？でも、まあ、ズボンないなくてさ、なんかひなちゃんもないから今日買っていくって言ってたらしい。さっき教えてもらった。誰が言ってたっけ？じゃ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 
色違いで出るのは恥ずかしいや。ズボンと明日のズボンが。ないよ。短いズボンしか持ってない。ワンちゃんが泣いとるよ外で。ほら。いや乾いてない。ワンワンって。ワン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 って言っとるよ。可愛い。ジャージで行かせようとしとる24時間テレビに。ひどいわほんまに。なんか作業をするからズボンで来てくださいねって言われたってことは短いズボンダメなんじゃないのかなと素敵に思ってる。ダメだろジャージは。レッスン着やそんなもん。ママさん正気ですかって書いてあるよ。いやそりゃそうやけど、な何のこと何の話。砂浜に寝そべるクラスメイ。ジーパンって持ってないよ。かなり攻めてるスイムスーツ。でかい。ベルトなんて持ってないよ。私のベルトなの。オーバーオールで行くか。オーバーオールか。これゴムじゃけ結構きついよ。普通のとこで買ったの。普通のとこ。じゃあそれで行く。お腹いっぱい。プロポーション。学校の制服はコンサーバーティーク。君はちゃんと大人しいタイプだって思う。あーあーあああ大家说会打料多。Yes。 君にチャラチャチャチャ、うほーい。自転車全力でペダル
漕ぎながら坂を登る。へいへいへい。メイクしていこうかな。メイクし、メイクしていこうかな。眠いしね。準備しなきゃいけない。そう、私は準備をしなきゃいけないんですよ。準備しまーす。あーい、よし、どうしようかな。うん、よいしょ、体いきまーす。あ、メイク道具がない。メイク道具準備しなきゃ。へっへっへー。領域展開、僕最強だから。さあどうする、何を使おう。カキピー食べたい。うん、食べた。あれ前花だもん。それか。うわ、私は今日のメイクどうしようかな。悩みどころではある。とっても。どうしよう。どうしよう、どうしよう。ちょっと。どうしようかな。え、どうしよう、マジで。迷う。迷う。え、特に指定はないんだけど。これ
かこれかこれから選ばなきゃいけないんだけど、どうしようかな。これにしよう。えねー、待って待って。ちょっと待って。ここは後で決めるわ。ちょっと絶対に使うものからちょっと入れていく。いや、いつもこんな感じ。どうしようって言ってる。あっという間に過ぎ去っていく青春とはさま。でででででで、よし。こういう時は YouTube で決めるの。YouTube を見て決める。優秀い。めっちゃ悩んでるそうよ、もう命がけレベルだから。いやちょっと待ってちょっと待って、この人かわいいなって思う人のメイクを真似したいので、 YouTube でかわいい人の動画を見て決める、いつも。あ、でもいつもそんな感じ迷ったら YouTube とか見て決めるか、好きな人を検索してその人っぽいメイクになるようなものを持っていったりする今日もそれに任せて行こうと思う。ふう、どうしよう。今日何食べよう。え、そうよ。
でもちょっと私みんな気づいてると思うけど、私にはかなり睡魔が襲ってきているもうやかんやん、もうあかんよ。ちょっと待ってね。あーどうしよう。うわ、どうしよう、どうする、オッケでも明日になったらまた気分が変わるかもしれんしな。とかね。これ持っていく。これとこれね。これがあればなんとかなる。ほんまに。これで。ペペって。オッケー。あとは決まりました。今日は戦慄かなの様のメイクを真似してみようと思います。いやちょっと待って、なんか量多いな、化粧道具。お腹すいた。いや、わかる。いや、なるちゃんわかるよ。マイハンもね、今ね、オムライスを食べたんだけど、多分またすぐ。あ、なるちゃん24時間テレビ見てね。見てね。頼んだよ。Let it go! Let it go! はぁ、うわ、なんかどれ持っていこう。私自身絶対見る気ない、絶対見る気ないやんか、絶対見る気なかったろう。どうしようかな。今ね、マスカラどれ持っていこうか迷ってる。これは多分私じゃないかな。あーはーちゃんと見るよ、マジで。やった、家族で見て、家族で。ちょっとあかん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 、あーおんなじような色しとる。こっちにしよう。これで。みんな見てね。ほんまに頑張るから。
だってもう自由よ、何でもできる。すごいあの曲歌っちゃった間違えた。いや間違えてないんだけど別に。昨日の可愛い動画送ってあげるありがとう、楽しみにしているわ。はい、いや動画来た今見まーす。いや音がなさすぎて、音あるこれ。いや音はないみたい。かわいいマジで出るコーナーは、いや何もね決まってない、決まってないというか聞いてないんですよね。緊張度何パーセントですか？ゼロ全く緊張してない。あーリップ忘れとった、危な。唇の血色ゼロで出るとこだった。さあ何を持っていこうかいやちょっと待ってね、そこまで見てなかった。見よ、ピンクって言ってるそこまで真似する、そこまで真似、ネイル落としたよ。透明なやつを、いつもグラデーションリップです言うてる。かわいい。待ってそれやりたいうるさいうるさいなほんまに。顔が違うから、ちょっと待って一回やってみるね、真似しよう。やってみよう、やってみればいいよそういう時は。鏡がちょっと近くなくて見えない でもちょっと前ハチメイクしてないから、このリップだけ塗ったところで分かんない。これでいくわ。あといつも念のために、それが合わなかった時のための予備リップをねいつも持っていくので、それも含めて持っていきます。
2本、これいいや、2本と予備リップ2本とリップ落ちなくするやつとアイライン落ちなくするやつを持っていきます。でいけるってことはカバンに入れます。高く舞い上がる思い描いて、いや化粧道具一番下に乗せちゃダメだ。土台はしっかりしてる方がいいからね。オッケー。鏡。どうしよう。おお。香水。あなたの。あなたのことが好きなのに。私にまるで興味ない、何かの失恋の字。うわどうしよう。いえいえいえ、ちょっと神様の言う通りで決めます。香水はこれでもいいな。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、ゲゲゲのなんとかなんとか、赤ネズミ白ネズミ、どちらにしようかな。うわこれだ、これでいきます。これで、あ、ゆうた、いざ、ありがとう。イエー。これで。コンタクト。コンタクトでーん。ドゥルルッドゥドゥ。
待って、このさリップでこっちの方がいい説出てきたな。こっち入れとこう。これで、髪型は決まってない。いつか決める。まだ決まってないね。ドライヤーはあるやろ。何しようかな、髪型。まだ何も考えてない。いつも考えてない。ねえ、どうしようかな。まあお楽しみにということで、また SNS などで発信すると思いますので、その際はぜひハートボタンをポチッと押していただければ嬉しいです。え、終わった方がいいから。終わるべき？終わるべき？じゃあ終わります。終わった方がいいって。終わりたいと思います。じゃあランキング13位、ラグジュアリーな客席さんありがとう。12位、ユウさんありがとう。11位、ザッキーさんありがとう。10位、おさむっちありがとう。9位、ひすしありがとう。マイハッチはマイハッチのマーク。朝日さんありがとう。24時間テレビは YouTube で3人の頑張ってる姿を見守ってるね。完成を楽しみ、ありがとう。7位ティータ、24時間テレビ楽しんできてね。配信ありがとう、こちらこそ。6位ビッグエブさんありがとう。5位ツッツーありがとう。4位ロコポコさんありがとう。3位ユッタ、あ、これどこでさ。24時間頑張ってありがとう。第2位ダイナソー、地元の姿余計に高まりますね。マイハワイトです、ありがとう。頑張ります。第1位 DJ マスさんありがとう。皆さんありがとうございました。ということで、今日と明日と24時間テレビ山口県のお住まいの皆さん、ぜひ見つけてくれると嬉しいです。それでは今日と FM、 皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、8では、またね。せーの、バイチャ、バイバーイ。